はい、ということで実際にサードバットをするポジションに立ってるんですけれども、仮に位置取りを前にした場合、この時はオーバーでさばくサーブカットが多くなってくると思います。自分の頭でじっくりと考えて実行するのではなくて、人間というのは瞬間瞬間の判断で動くことができるんですね。アツバレイ、こんにちは、アツバレの凌介でございます。今回はですね、数ヶ月前から始めました1対1のお電話形式でお悩みを聞かせていただく心トークの中で質問あったこと一つをこの動画一本として作成させていただきます。今お伝えさせていただいたように、お電話形式で私が直接お悩み相談させていただく心トークというものを実施しています。学生さんに限らず社会人の方にも続々とご連絡いただいてます。ぜひ気になる方は概要欄に貼ってますのでご覧ください。ということで今回の動画はですね、サーブカットの時にオーバーとアンダーのちょうど間ら辺にサーブが打たれた場合、どのようにしてサーブカットをすればいいのかということについて今回動画を作成していきたいと思います。はい、ということで実際にサーブカットをするポジションに立ってるんですけれども、このサーブカット、この構えているポジションからオーバーだったりアンダーでセッターにサーブカットを返していくんですけれども、このオーバーとアンダーのこのちょうど真ん中あたりですね、この辺にボールが来た時にどう処理するのかという問題です。実際にサーブカットをする方でしたら一度は体験したことがあると思うんですけれども、ちょうどアンダーでもなくオーバーでもないような首元あたりですね、アンダーでもなかなか取れない、オーバーであればかなり手を下げる必要がある、この時にどう取ればいいのかということです。今回はコツをいくつかご紹介していきたいなというふうに思ってます。はい、ということでまず一つ目のコツなんですが、オーバーとアンダーどっちで取るかを先に決めておくということです。オーバーが得意な選手でしたら、仮にこの首元あたりにボールが来た場合、しゃがんでオーバーで取るという選択、アンダーが得意な選手でしたら、もしも首元あたりにボールが来た場合、素早く下がってアンダーで取るというような選択、これができます。このちょうどオーバーとアンダーの間あたりにボールが来た場合、どっちで取るよということを先に決めておくことで、瞬間的に判断をしてサーブカットをすることが可能になってきますので、この動画を見ている方、オーバーが得意なのかそれともアンダーが得意なのかということを自分で判断をして、オーバーが得意であればしゃがんで取る、アンダーが得意であれば一歩二歩下がって取るということを先に自分の中で決めておくということ、まずはこれ一つコツとして大事にしてみてください。そして二つ目のコツなんですけれども、位置取りを変えるということです。この位置取りを変えるっていうこと、どういうことかというと、例えばサーブカットの位置取りでオーソドックスな自分の立つポジションといえば、エンドラインからだいたい2メートルから3メートル前に自分が位置取りをしてサーブカットをしに行くと思うんですけれども、これを極端に後ろにしたりとか前にしたりとかするということです。仮に位置取りを前にした場合、この時はオーバーでさばくサーブカットが多くなってくると思います。逆にエンドライン際で構えようとすると、ここがエンドラインですので、だいたい自分の前あたりにサーブカットが打たれますので、アンダーでサーブカットをすることが多くなってくると思います。このような感じで位置取りを極端にずらすことで、前であればオーバーのサーブカットの割合が増えたり、後ろであればアンダーのサーブカットの割合が増えたり、こうすることで普段やってるオーソドックスな位置取りからサーブカットをするよりも、オーバーアンダーの判断の迷いが少なくなってくると思います。もちろん位置取りを極端に前にしたり後ろにしたりしても、どっちで取るかの判断が必要な場面ももちろんあります。なので絶対的に位置取りを極端に上げたり下げたりしたからといって、どっちでサーブカットをさばくかの判断が必要じゃなくなってくるかというと、そうではないので、一つの参考にぜひしてみてください。そして3つ目のコツなんですけれども、自分の直感でサーブカットを取るということです。これはどういうことかというと、先ほどの1つ目2つ目のコツでは、サーブカットを打たれる前に事前に自分はオーバーが得意だからオーバーでさばくとか、自分はアンダーが得意だから位置取りを下げるとか、事前準備としての対策をお伝えしました。ただ今回お伝えしている直感でサーブカットを受けるということはどういうことかというと、自分のとっさの判断でサーブカットを受けましょうよということです。例えばですね、外で走っていた時に
前から虫が飛んできたら人間というのは瞬間的に避けることができるんですね。であったりとか、自分が何かにつまずいて転んだ時に瞬間的に地面に手をついて頭だったり体から落ちることを防ぐことができるわけです。このように自分の頭でじっくりと考えて実行するのではなくて、人間というのは瞬間瞬間の判断で動くことができるんですね。なのでもしも仮にサーブカットをしていて、自分のこのオーバーとアンダーのちょうど真ん中あたりにサーブカットを来た時に、瞬間的にオーバーで取ったりとか、瞬間的に下がってアンダーで取ったりとか、こういった感じで瞬間的に動いて取るということを、この感覚を大事にしていただきたいなと思います。もちろん最初慣れてなかったりすると迷ってアンダーで詰まってしまったりするんですけれども、でも何度も何度も練習してくる中で瞬間的に自分で判断をしてサーブカットをするということが可能になってきますので、ぜひ一つ目二つ目のコツのように事前準備も大事なんですけれども、瞬間的な自分の判断として直感を信じてサーブカットを取るということもぜひやっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はサーブカットをするときにオーバーとアンダーのちょうど真ん中あたりにボールが来たときにどのようにサーブカットをさばけばいいのかということについて解説してきました。ぜひ見ていただいた方の参考になればとても嬉しいなというふうに思います。動画の冒頭でもお話ししましたが、今心トークというような1対1のお電話形式でお悩み相談させていただく企画を実施しております。実際に僕の公式 LINE にメッセージをいただいたり、動画を送っていただいたり、電話でお話をしたりと、いろんな形でご相談させていただいております。気になる方は概要欄に詳しく書いてあるブログ載せてますので、ぜひチェックしてみてください。そして僕自身が作成したスパイクの教科書という教材があります。スパイクの基礎から応用、そして最終スキル、ブロックアウトが習得できる大ボリュームな教材になっております。こちらの教材をダイジェストでご紹介している動画もありますので、気になる方ぜひ概要欄に貼ってありますのでご覧ください。ということで今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。いつもコメントをいいねしてくださっている方本当にありがとうございます。コメントも見てますので、ぜひ書いていただければ返信したり、動画1本として作成させていただく場合がありますので、ぜひお書きください。ということで最後まで本当に見ていただいてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。